はい、ナマスカラ。はい、このビデオは、TTC の第2週のビデオの2本目の、ビデオになりますね。ここでは、Google Classroom を学習者として利用する、そういうタイトルでお話をしたいと思います。はい、主なトピックは3つあります。1つ目は、教師の作ったクラスルームにログインする。2つ目は、課題を提出する。宿題とかですね、テストとかね。はい。で、3つ目は、教師による採点を確認する。この3つをお話しします。はい。まず最初は、このクラスルーム google.com ですね。これを、Chrome とかのアドレスバーに、classroom.google.com、これをインプットして、ここに来てみてください。そうするとですね、初めて使う人は実はここに何も出てきません。もういくつか今、使っている人はここに出てきますけど、初めての人はここに何も出てこないですね。じゃあどうやって自分の、クラスに入るかっていうと、ここにプラスのマークがあります。はい、右上のプラスですね。このプラスを押すと、はい、こういうふうにですね、join class、join class か、あるいは create class っていうね、この2つが出てきます。学生として、学習者として、Google Classroom を使うときは、この Join Class、こちらの方ですね。はい、これをカチッとクリックしてみましょう。はい。で、その後で、ここにですね、クラスコードを入れてくださいっていう、そういう、メッセージが出てくるんですね。ですけど、ちょっとこのビデオでは、YouTube なので関係ない人も見ているかもしれないので、ここではこのクラスコードはお見せしません。クラスコードは Google Meet の中でお見せしたいと思います。はい。では次は課題の提出方法ですね。はい。これはですね、まずクラスワーク。クラスワークの、タブを開いて、そして Turn In、か、Mark as Done。これを、クリックします。これ何が違うかっていうと、Turn In は提出物があるときですね。テストとかレポートとか。はい。そのときは Turn In。で、提出物がないとき。もうただビデオを見ればいいときとかね、そういうときは Mark as Done。これでいいです。はい、じゃあ実際にお見せすると、その、Google Classroom に入ったときの、これがクラスワークのところですね。クラスワーク。はい。で、これはね、ちょっと実は、私が学生として入っている一つの、Google Classroom の中なんですね。で、ここにいろいろその私がやるべきことが書いてあるんですけど、あ、ちょっとこれ見えないね。はい。で、これはですね、ただビデオを見ればいいだけの、そういう、クラスワークですね。なので、Mark as Done を押せばいいです。で、これここにありますね。で、だけど提出物があるときは、これが Mark as Done ではなくて、Turn In というふうにここに書いてあります。はい、で、ここはですね、Private Comments って書いてありますね。で、ここにちょっと先生の名前が書いてあったんですね。ここ今消してますけど。で、先生だけに読んでほしいコメントを、書くときは、ここに、書きます。で、こちらの方は、他のクラスメートね、クラスメートに、も読んでほしいコメント。その場合はこちらに書きますね。これがクラスコメント。こちらがプライベートコメント。というふうに、そういう2種類のコメントの方法があります。はい。じゃあ、教師による採点を見る。その場合はどうすればいいかっていうと、このやっぱり最初はやっぱこのクラスワークのところに行くわけですね。クラスワーク。それで、この view your work。ここの、このクラスワークの右上、左上の方に view your work というのがありますから、これを、カチッとクリックすると、こんな風にですね、私の、今までどういう風に、提出したかっていうのがわかります。この辺はですね、提出してないのがまだたくさんあります。アサインドだけで提出してないですね。だけど最後のこれは handed in って書いてありますね。はい、これ handed in です。だけど、まだ先生が採点をしていません。先生が採点したら、ここに、return というふうに出てくるわけですね。そしてこの辺に点数とかも出てきます。はい、詳しく知りたい人はこういうビデオがまだ、ありますので、ぜひ興味のある人は見ておいてください。はい、それでは、このビデオはここまでになりますね。はい、フィルミリンゲー。